浅村秀人、33歳、通算、打率2割8厘、1845安打、283本塁打、1072打点、OPS829、これ。完全にレジェンドに片足突っ込んでる歴代最高セカンド候補。今は OPS700 超えてれば余裕でレギュラーだから35歳まではレギュラー安泰だろうな。それまでに2000本300本塁打は超えてるだろう。楽天生え抜き野手の最高傑作。桐蔭時代見てて正直大砲タイプになるとは思ってなかった。大阪桐蔭最高傑作はおかわりなのか浅村なのか。2015、141試合、2016から2019、143試合、2020、120試合、2021から2023、143試合。地味にこれがやばい。これやばいな。レジェンドの条件に頑丈は必須やしな。 FA で全試合出場してくれる、打てるセカンド取れておいて毎年3位4位ってどないやねん。岸浅村いなかったら真面目に6年連続最下位だったかもな。少なくとも2019年以降全部 B クラスだったのは間違いない。浅村が振ったセーブ、ソフトバンク、オリックスが優勝してる逸話すこ。なお浅村は日本シリーズ出場未経験。